ストップ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 。違う。どうも、走れ応援チャンネルです。今日はですね、リクエストにありました、速いボールの打ち方を教えてくださいっていうのをやっていこうと思います。速いボールを投げるピッチャーになった時に意識していることを紹介します。意識しているポイントは3つあります。はい、意識しているポイント、まず1つ目。1つ目は、試合の時ですね、試合が始まる前の、相手がノックしている時や、自分たちがシュートノック終わって待ってる時間の時に、相手ピッチャーがブルペンで投げてると思います。その時に、遠いんですけど、なるべく多く見るようにして、タイミングを測っていくことが大事です。別に振らなくてもいいんですけど、こう見ながらこういう感じで、こういう感じでですね、タイミングを取っておく。それだけで全然違いますので、まずそれをやっています。でその時に、少しでもこうシュートしていたり、スライダーしてたりすれば、それが見えれば、打席の1打席目にとても有効な情報となりますし、まあ、あとですね、高めに打ちたいっていうのもすれば、高めの伸びてくるボールに対して手を出さないようにしようっていう意識もできます。それなんで自分の場合はなるべくこう多く数を見てですね、ピッチャーの特徴をまず見ます。そして、打席、試合が始まってから、例えば自分が1番やってるんですけど、で1番でバッターボックスに立つ前にこのネクストで、素振りをします。その時もなるべく近くに行ってですね、あんまり近くに行くと投球練習の邪魔になったんで、なるべく近くに行ってボールの球筋をこういう感じで見ながら確認しています。で最後の1球の時は、ボールバックでキャッチャーがセカンドに投げますよね。その時は本当になるべくとにかくこう近くで球筋を見るようにして、球の回転をチェックします。ポイント2つ目は、自分のペースに持っていくことですね。速いピッチャーっていうのはやっぱり、強いボールを投げていきますので、それに対して自分が立ち遅れてしまうとどうしても詰まってしまいます。ですので野球というスポーツはピッチャーが投げてそれをバッターが打つもんなんで、ピッチャーが投げなければバッターは打つことができません。どうしてもピッチャーが動かないと野手が動けないと思うんですけど、自分の場合はですね、ピッチャーがこうセットポジションとかに入る前にもう自分が先に、打つ準備をしておきます。で自分が早めにしておけばこうピッチャーが構えてから自分が構えるとどうしてもこう遅くなってしまうので、準備を早めにするためにまず自分が先に構えます。で後からピッチャーが構えて、で自分がこう先行できるように全てをですね、トップに入るのも、タイミングを取るのも全部自分が先に取れるようにします。そうすることによって自分のタイミングでこう入れるので、ピッチャーに対してまず立ち遅れないことを意識しております。あとよくあるこうテンポが速いピッチャーもいると思うんですけど、その場合はですね、自分の場合は、1球伏せてもいいんで1球見てすぐもう入ります。で自分のペースに持っていく、もしくはセーフティーバントの構えをしたりしてピッチャーを出したりして、そして、ピッチャーをよりも早く構えるようにします。はい、最後です。最後は、速いボールに対して、やっぱり速いボールって思ってしまうと気持ちの面でも負けてしまってますんで、もう自分が打ってやるという、こう強い気持ちを持ってボックスに入ることですね。速い速いと思ってしまって、別に速いと思ったから遅くなるわけじゃないんで、自分が気持ちで向かっていかないといけないんですけど、打ちたいと、しっかりと打つという気持ちを持って打席に入ります。で強気でいくことによって、相手にも負けませんので、打つときはしっかり自分から強気でバッターとして向かっていくことを意識しています。で最後に補足です。これ補足なんですけど、自分がある指導者から聞いた話なんですけど、自分のバッティングの、ポイントありますよね。このポイント、自分のポイントがあって、そこで打った場合、例えば相手が130キロのボールを投げました。それを自分のポイントで打ち返した場合っていうのは130キロです。ですけどそれが10センチこう突っ込んでしまった場合ですね、10センチずれた場合はそれが3キロ速く感じます。で20センチこう前に行ってしまった場合ですね、それが20センチずれたら6キロ速く見えます。そういう話を聞いたんで、相手が同じボールを投げたのに自分からこう迎えに行ってしまって打ちに行ってしまうと速く感じてしまいます。ですので自分の場合はしっかりと自分のポイントまで引き寄せて打つイメージを持っています。はい、そんなわけで今日は自分が速いボールを投げてくるピッチャーに対しての意識していることを紹介しました。やっぱり速いボールの時っていうのは芯を食えば打球飛んできますんで、そこまでフルスイングをしようとは自分は思ってません。7割8割ですね、しっかりと芯を捉えてボールを飛ばすという意識でやっています。はい、それでは、今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。またリクエストも募集していますので、下のコメント欄に書いて教えてください。ではまた次回お会いしましょう。失礼します。皆さん、チャンネル登録はお済みですか？自分の走る応援チャンネルをチャンネル登録して、毎日動画をチェックしてみてください。自分は毎日6時半にアップできるように、努力しております。そんなわけでこれからもよろしくお願いします。さすら感情を吹っ込んで、誰も彼もが好き勝手言って何が
ャンネル登録お願いします。